多分カタールワールドカップに関してだけは僕せ日本で一番詳しいと思う。1週間一緒に暮らしていろんなかいろんな言語、英語だけかな、アラビア語とかいろんな取材を受けて、でこれがコンテナでできたスタジアムですね。すごいな、これ。近いですよ、ピッチこんな感じで。いや最高だな。日本戦は取れそうな余裕、今からでもあなた間に合いますよ。うらぎチャンネル、はい、スタートしました。うらぎチャンネルです、はい、今回はカタールワールドカップに行く予定ない私を行きたくな、はい、プレゼンをぜひお願いいたしますということで、ゲストはツンさんです。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。こんにちは。ツンさん、こちらの強烈な見た目になっておりますけども、簡単な自己紹介をお願いいたします。はい、ちょんまげ大将ツンさんと申します。あのちょんまげに甲冑を着て、あの2008年の北京オリンピックから日本代表を応援して、それ以降のオリンピック、それからワールドカップはほぼ全部行ってて、予選も大体行ってますので、まあ、テレビでちょっと映り込んだりはするんですけれども、日本代表サポーターみたいな感じで覚えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。こちらちょっと補足で、ツンさんといえば、なんかいろいろな川地さんとか清水さんを紹介していただいたっていうエピソードをユージさんがあるということで、ぜひお願いいたします。というところ、裏木チャンネルの生配信形式は、はい、ツンさん経由ですよ。ツンさんスタートですよ。そうなんですね。さっきの動画見ていても分かるんだけど、ツンさんと清水さんが仲良くて、はい、うん、清水さん家に勝手に上がって、はい、動画配信するから UG パソコン持ってこいって言われて、はい、その時にやったのが初めての生配信だよね、サッカーに関する。そうそうそう、サッカー界で生配信やろうっつって、でもっと毒を吐こうっていうことで、ポイズン TV っつって、黒のこうやって目線のところこうやって全員隠して、そう。で、清水秀人の家に勝手に行って、勝手に配信してました。うん、そうそう、はい。清水さん、ありがとうございます。勝手なことでも許してくれるんだから、はい。まあ、裏木チャンネル始まって生配信、清水さん来てくれんじゃねえかっつって誘ったっていうのが、スタートだから。いや、あの時来たやつかぐらいに思ってたね、多分清水さんも。大事ですね。いや、本当に今、はい、あれがなかったら、裏木チャンネルでこういう形式の今の試合後生配信とかやってないよね、多分。はい、そんなツンさんですけれども、はい、今回、ワールドカップについてなんですが、先に FIFA ファンリーダーというのに、はい、なられたというんですけど、こちら、初めて聞いたんですけど、FIFA ファンリーダーって何ですか？FIFA 公認の、はい、インフルエンサーですね。世界39カ国45人が去年の12月のワールドカップのちょうど1年前のプレ大会に招待されて、まあ、こんだけワールドカップの準備はできてるよみたいな説明を受けたメンバーですね。はい、これってどうやってなるもんなんですか？これはですね、事前で応募なんですよ。で、自分がどんだけワールドカップを楽しめるかっていうビデオを作って作るんですよね。はい、で、その後面接があってみたいな感じで。はい、そしたら割とトントン、まあ、僕、今まで被災地の子を招待したりとか、あとこのちょんまげ甲冑なんでいっぱい交流してるビデオがあるので、それをもう本当に細かくつないで出したら、すぐ連絡が来て、来週空いてるかって言って、で、面接だって言われて。じゃあもう、アジアだったら一人なんでしたっけ？そうです。中国、韓国、日本、東アジアからは唯一僕一人だけですね。あ、東アジアから一人なんですね。すごい、はい、そんなファンリーダーの方って、ちなみにファンリーダーで実際どういうことを活動されてるんですか？基本的には現地に行ってスタジアムの準備ができてる、治安がいい、それからボランティアもいるみたいなことを全部見学させてもらって、あと観光とかもさせてもらうし、食事も全部ついてて、多分一人に50万ぐらいかけておもてなし接待みたいなされて、でそこから自分の国に帰って、このカタールのことを好きなように指定なくインフルエンサー発信してくださいねってことですね。はい、でも、はい、ある意味今日本じゃ一番このプレゼンに適してる方なんじゃないですかね。と思いますね。去年12月に行って、それから自分でも延長して、さらに今回ちょっと自分の方でその被災地の子たちを招待するってプロジェクトがあるので、それの交渉に、 FIFA の交渉に6月も行ってるので、この半年間で2回行って8つのスタジアムを3周ぐらい見て回ってるので、多分カタールワールドカップに関してだけは僕日本で一番詳しいと思います。すごいですけど、今回行った方がいいという理由をぜひプレゼンを、じゃあ早速お願いします。はい、はい、かなめくんがワールドカップ行きたくなるプレゼンをさせていただきますので、ではちょっと画面を共有します。はい、
まあ、あのちょっと先に言うとこういう感じで、いるリーダーとして、まあ、世界中の新聞に載ってて、これ見てもらって分かりますけど、もう僕なんか霞んでますよね、全然。そうだね、もう後ろの方で。あのエクアドルの有名な人だよね、これね。そう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 。だからもう、あ、コロンビア、コロンビアのサポーターだったり、ブラジルのサポーターだったり、で、ブラジルのサポーターの人はフォロワーがなんか、インスタグラムから30万人いるとか、もうレベルが全然違いますね、僕とは。だからそういう人たちの中で、1週間一緒に暮らして、いろんな言語、英語とか、アジア語とか、いろんな取材を受けて。でこれもすごくて、これあのその45人のサポーターが FIFA からこれサスティナブルのことをしてます。もう環境にいいんですよなんて嘘ばっかり言うのを洗脳されて帰ってくるわけですね。大丈夫かそれ出して。嘘ばっかり言っちゃいけないの。はい。はい。この映像とかも多分出したら FIFA に怒られると思うんですけど、いや全然大丈夫です。はい。はい。勝手にやってますからね。はい。でそんな感じでやらせていただいて、こうやってあのちゃんと、なんていうんですね、ID ももらって、行ってきました。でご褒美は最後に景品と食事したりとかですね、おあとカフーと食事したりとかですね、おで景品にちょんまげにサインもらったりですね、まあ好き放題やってきたのがこのファンリーダーという役職。じゃあつんさん、ここから資料もバッチリあるということで、はい、いや完璧だな、はい、資料をね、あのプレゼンターお願いいたします。はい、じゃあ金目くんがワールドカップに行くように、ひいてはこの、あの裏木チャンネルを見ている、裏のサポーターの皆さんが一人でも日本代表に来ていただけるように一生懸命、プレゼンしたいと思います。僕はあのこの10年ぐらいでカタールワールドカップ、あ、カタールに8回行ってるんですけど、でそのうちの8回のうちの 2回がこの半年間行ってます。なのでカタールがここにあるこの地図 見えてますかね。カタールが秋田県の面積とほぼ同じの1万1000平米ぐらいだっていうのは事前に知ってました。でこの秋田県の面積に8つのスタジアムが、国際スタジアムがあの点在していると思って、去年の12月に招待されてカタールに行きました。ところがですね、はい、ドーハというこの東海岸のちっちゃなエリアにですね、はい、この青い点見えますかね、8つのスタジアムが点在してたんです。ちなみにドーハっていうのは130キロ平米ぐらいしかないので、ほぼ柏市の面積ですね。へ、なので柏市の面積に8つのスタジアムって、ワールドカップ32カ国が集まって64試合があるということですね。これはないと思います。今まで過去に前例がないです。すごい大会になりますよ。なので8つのスタジアムが全て地下鉄でつながってます。まあ、全てというのは語弊があるかもしれないですけど、8つのうち5つのスタジアムは駅前スタジアムです。残り3つも駅からシャトルバス専用のバスが出てるので、バスで長くて20分、短くて10分で着くのですごく楽です。今までワールドカップ行かれた方だったら、多分サッカーを見たらその日荷造りして2000キロ移動、3000キロ移動してたので、うん、でスタジアムがまたすごいです。このために作ったスタジアムがほとんどですので、例えばですけど、昔カタールが貧しくてテント生活だった頃を和んで、このテントの形のアルベイトスタジアムがあったり、そして2番目のカリファインターナショナルスタジアムは日本戦の1、3戦があります。そして、アルダマーマはあの中東の人から帽子をイメージしたり、金のすり鉢だったり、うん、コンテナができたり、これすごいね、はい、このコンテナスタジアムぜひ行ってほしいですね、はい、で最後のこれですね、8つ目、新国立競技場。なんだザハで行かなかったんだ、どうせ最後この間の、ね、オリンピックの決算でめちゃくちゃ赤字で、もう不明金がいっぱい出たんだったら作っちゃえばよかったのにみたいな感じで、うん、はい、専用スタジアムでね、ユージ見たかったね、これね、はい、いや、綺麗ですね、まあ、ザハか、いいですね、お金がありそう。死んじゃってるので、うん、ぜひここを見ていただいて、思いを巡らして、あ、これもしかして新国立だったかもしれないなと思っていただければ、ね、ちょっとなんか新国立感がありますね、確かに。そうです、そうです、似てますね、うん、で例えばですけど、じゃあどのくらい今回のワールドカップが快適かっていうのを、次回のワールドカップと比べてみましょう。アメリカ、メキシコ、カナダ共同開催で16カ所に、スタジアム点在してます。なのでメキシコで試合を見た後バンクーバーに行くって言ったら、多分ワールドカップ期間中の飛行機代だけでも10万円ぐらいすると思うんですけども、ちなみにこの縮尺に合わせてカタールを合わせると、このマイアミの下のこのちっちゃな島よりもちっちゃいのがドーハです。へえ。ここに8つのスタジアムがあって64試合全部見れるっていうことは、どんだけ快適かってことですね。まあ、確かにこれじゃあ2試合見、はい、あの日本戦2試合見ようと思ったらめちゃくちゃ大変ですね。
そうです。次回4年後ワールドカップで日本戦をなんか見ようと思ったら、まあ、日本戦は同じ都市でやるっていうんですけど、他の国の試合見ようと思ったらもう大変です。まあ諦めるしかないかな。俺ロシアの時は1回32時間電車乗ったことあるからね。そうそう、そんな写真も用意しておきましたよ。これロシアですね。ロシアだと次の都市に30時間移動して2200キロとかですね。これエカテリンブルクのやつ、はい、その前のブラジルなんかは移動が3474キロ47時間あったあった、レシファってありましたね。そうだ、これから見るとどんだけ快適かっていうことですよ。そしてもう一つ快適なのを言います。この、 マッチスケジュールを見ていただきたいんですけど、これロシアの時なんですけど、はい、オープニングゲームは基本的に1試合ですよね、うんうん、でそれから3試合で、まあ、日曜日だけ4試合ですけど、3試合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 できて、で決勝トーナメント、あ、予選リーグが終わったら1回レストデーが入って、で決勝トーナメントやりますよっていう仕切り直し で、はい、でブラジルワールドカップもそうです。オープニングゲームは1試合だけです。そして3試合、うん、日曜日だけ、土曜日だけ4試合、あとは3試合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 来て、でグループリーグが終わったらレストデーが1日あります、はい、ところがですよ、今回のワールドカップは初日から4試合本当だ。予選ラウンドが終わってから休みがないんですよ。レストデーがなくて、ベスト16まで休みない。多分日本はベスト16を超えることが目標だと思うんで、だから日本戦を見るにあたってはもうすごい立地もコンパクトだし、この日程もコンパクトなの。だから会社を本当に今回11月の23日が祭日なので、3日休めば、たった会社を3日休むだけに祭日と土日を組み合わせれば、なんと日本戦2試合と、しかもその地下鉄でつながって、メトロでつながってるので、他のゲーム、例えばブラジル戦とか、それからフランス戦とか、まだチケットありますので、そういうのが見れるっていう。1日2試合も可能なんだよね。そうなんです。これ、この時間軸でやってるんですけど、1時と4時と7時と10時に試合がありますので、そうすると、1時と4時はチケット売ってもらえるんですけど、1時と7時、間が6時間空いてると2試合見ます。ちなみに僕は去年の12月に行った時に、この1時、4時、7時の3試合はしごして、3試合とも見れてます。すごい。マジっすか、はい、それいいですね。大変でした。走ったりして。で、まあそうですよね、ちょっとキックオフに2、3分遅れるんですけど、3試合はしごとか、だから4試合はしごしたカナダのサポーターもいたんで、だからそこもやろうと思えばできる。それも苦痛だな。まあでもそんな無理しなくても、まあ、スタジアムやっぱり 2,3 時間前に行って国際交流楽しいです。でも少なくとも毎日2試合見れるし、例えば UG がカナダにいて僕がメキシコにいて、スンさん明日のブラジル戦のチケットあるよ来るって言っても、さすがにメキシコからカナダと飛行機代が往復10万とかワールドカップ期間中したら、うん、物理的にもそのお金的にも行けないですけど、地下鉄で行きますので、金目くん明日のさ、サウジアラビア対アルゼンチン戦あるよ来るって言ったら、あ、行きますって来れる。確かにそれは魅力的、よくありますよね。現地に 2,3 週間いるとチケットが余ってるのよく回ってきますもんね。絶対余りますよ。だって体調崩す人なんて、うん、日本からね1000人行けば絶対1割ぐらいいるわけですから、うん、そして1割もいないだろう。観光行きたいからやっぱもうサッカー飽きたって人もいると思うんですよ。あ、そうだよね、わかります。ベラボーにチケット取ってる人がいっぱいいるので、うん、だからそういう時にもちゃんとネットを貼っとけば あるよって言って、で最近のワールドカップとかオリンピックはリセールっていうのがちゃんとあるんですよね。なのでダフ屋とかで高騰しないように、行けなくなった人はリセールサイトに戻してそこから買えるので、毎日リセール見とけば、僕この間のその東京オリンピックの前のリオ五輪なんかもリセールでほぼメダルゲームを毎日見れた経験がありますので、ぜひぜひ、はい、期待していただいて間違いはないんじゃないかと思います。ドイツの記憶だと、なんか8時半キックオフのがあって、はい、8時半だと終わるのが10時半ぐらいじゃないですか。はいはいはい、そこから帰るのがちょっと怖かったなって印象があるんですけど、はいはい、これ例えば10時とかだと24時でも電車で帰るんだったらすごくいいですね。ドイツだと結構電車で帰れなかったのが多かったんで。FIFA はカタール組織委員会はこう言ってます。試合後2時間はメトロ動かすって言ってます。はい、なので、そこでよく、みんながブラジルで試合終わって夜どうする、バスチャーターしとく、うん、怖いよなブラジルは、うん、みたいな感じで、僕らもさすがに途中で駅を降りてタクシーがなかったら怖いんで、もう一駅タクシーが拾える駅までもう一回電車乗り倒したこともありますから、そういうことが全くないし、うん、もっと言いますとセーフティーランキングカタールで検索してもらえば分かるんですけど、今、うん、世界一安全な国はカタールです。そして2位が日本です。2位が日本が今1位から2位に転落したのはカタールのせいです。
なので、そのぐらい安全です。そうなんだ。いや、はい、案外ね、イスラムの方が安全なんだよ。へえ。イスラムだと罪が重いから、はい、ちょっとしたスリとかだと、本当になんか下手したら腕切られたぐらいの罪になっちゃうから、はい、小さな罪がないんだよ、結構。目には目を。ああ、の精神なわけですね。ああ、合ってますかね。はい。だから実は中東って本当安全なんだよ。でこれがコンテナでできたスタジアムですね。すごいな、これ。でこれがただのオブジェのコンテナに見えるじゃないですか、はい、違うんですよ。例えばこの黄色のコンテナはここにホースが見えますけど、これトイレになってるんですよ。赤いコンテナは あの救護室になってるし、ちゃんとそのコンテナ自体も機能してて、で唯一このスタジアムだけは大会後に壊しちゃうんですけど、壊してそのなんで材料みたいなこの鉄筋とかをこのコンテナに入れて発展途上国にあげるっていう話を聞いたことがあります。なるほど。再利用考えて、再利用です、まさに。すごいですね。ここはでもやっぱ見に来てるな、うん、一発は。しかもこのスタジアムですよ、今ここの974って数字見えると、ここの本当50メートル手前に駅の入り口があって、駅降りたらもうスタジアム見えるんです。もうすごい、ようこそって書いてある、このコンテナに。はい、だからどっかのスタジアムみたいに駅降りてからもうすごい歩くということはないです、うん、はい。それサイスターディスってるんですか。いや、ディスってないですよ。この番組でそういうことは絶対しないです。はい。でちなみにですけど、日本戦があるのがこの、カリファインターナショナルスタジアムというところです。これ何、どこの試合ですか。ドイツ、1戦目と3戦目ですから、すごい、これ6万人ぐらい入れたところなんですけど、今トラックを壊してサッカー専用に変えているところなんですけども、こんな感じで僕ら仲いいで、日本戦のいいところはここ大事なところなんですけど、ここの目の前にこのベラッジオってショッピングモールがありまして、だから試合前後にご飯がちゃんと食べれるってことですね。おー、さっきテント型のスタジアムあったじゃないですか。あそこは郊外にあるので、はい、マックが1軒しかないので、あの日試合の日僕がマック行ったらもう阿鼻叫喚の地獄衛星みたいな、もう人でみたいな、カウンターに行くのに50メートル離れてるみたいな感じで、はい。なので日本戦の 1,2,3 戦は全部駅地下で、全部ショッピングモールが隣接されたスタジアムなので、日本のサポーターの皆さんは安心安全で来ていただいて間違いないです。はい、これは断言できます。いいですね。でここのスタジアムっていうのは UG 来てるんじゃないかな、11年前にアジアカップの決勝を行われたスタジアムですね。はい、はい、でここのアーチになってるところから花火がボン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 って出たよね、はい、だから縁起のいいスタジアムなんで、もしかしたら今回ね、ガチな戦いでスペインとドイツと当たるのは嬉しくて、でその中でもしかしたら10回に1回のジャイキリが起こったらいいなと思ってます。これが日本戦が行われるスタジアムです。おお、何これ。なんか北京の鳩の巣みたいなあったじゃん、はいはい。鳥の巣だっけ？なんかああいう感じになってて、すごい細かい。でも昼はこんな感じなんですけど、夜はこんな感じで。あら。すごい近いんですよ、ピッチと。ここでコスタリカ戦見るんですけど、全部が椅子が赤なんで、コスタリカの犬も赤なんですよ。だから本当の第2戦はみんな青。で来てほしいな、青のゴミ袋とか持ってきたりとか、コアサポがいるのでぜひ手伝っていただいて、スタジアム半分以上は青に染めたいなと思います。はい、近いですよ、ピッチこんな感じで。いや最高だな。でね、この間6月行った時は昼の気温が48度だったんですよ。おで夜の気温は39度ですよ。はい、でもこのピッチにセキュリティの人ジャンバー着てるじゃないですか。はい、なんでだと思いますか。いや、冷房効いてんだ。そうなんですよ、世界初じゃないかと思うんですけど、冷房がガンガン効いてるんですよ。もう僕らもう T シャツ短パンで凍え死にそうになりましたもん。これオープンエアに見えるんですけど、どうしてるんですかこれって。いや、屋根はちゃんと開いてるんですけど、でもちゃんとなんていうか、冷たい空気は下に行くみたいですから大丈夫みたいです。はい、へえ。だから皆さんが行かれる11月12月っていうのはベストシーズンって言われてて、昼でも30度ぐらいしかならないんですよ。でカラッとしてて過ごしやすくて、夜は18度ぐらいでちょっと寒いんで羽織るものが必要ですよっていう話をしてるんですけど、はい、昼30度超えて暑くてもエアコンが入ります。あら、エアコンの入ったスタで、こんな感じですね。屋根は開いてるんですけども、ちゃんと360度屋根がありますので、はい、雨は降らないんですけど、雨降っても大丈夫みたいな感じですね。へー、ピッチ近いですから見やすいですよ。一応全てがサッカー専用になってますから、野球のスタジアム、はい、
はい、ぜひ来ていただければと思います。はい、でチケットと飛行機はどうなんですか？それはやめ、そこは話長くなっちゃうから。そうですね、もう20分ですね。はい、これが好評だったらチケット飛行機でやる。そうですね。でこれがカタール の、 あの写真なんですけど、本当に中東の中でも、まあ、あの人口比率って世界一のお金持ちなので、こういう近代的な国家ですし、あの全然見るところはないって言われますけど、こういう何でしょう、これナショナルミュージアムがあったりとか、でこれはあの、ね、市場ですね、スークと言われているところですね、こういうところもあったり、はい、結構見るところがいっぱいあります、はい、なのでぜひ来ていただきたいし、でよくカタールは世界つまんない国だってほざく方もいらっしゃるんですけど、いや、はい、全然大丈夫ですよ。だって試合が毎日見れるんですもん。観光してる時間なんかないんですから。逆に言うと観光する時間がないぐらい試合が見れるので全然いいし、でもちろんアンキンタンでさっきのデザートサワリも車で2時間ぐらいで行けますし、ナショナルミュージアムとかも全部メトロで行ける範囲内にありますので、まあ気楽に来ていただいて、この砂漠でみんなでジャンプしていただければと思います。はい、すいません、ちょっと私の PC にトラブルがあって、はいはい、戻ってきました。はい、はい、すいません。はい、そんな感じのプレゼン、ありがとう。だいぶ行きたく、心動いたか。はい、だいぶ、ね、嬉しいね、それ。あのやっぱりコンパクトってのがすごく心に響きましたね。うん、うん、やっぱり遠いですもんね、今までだったら。まあその分いいと思うんですけど、でいろいろと質問があるんですけど、はい、いいでしょうか、つんさん。はい、どうぞ。日本戦は取れそうな、余裕、余裕なの、まあ、うん、相手が結構スペインとかドイツですけど。いや、余裕余裕。お、今まで日本戦が売り切れたことなんてほぼないから。まあ、そうですね、おっしゃる通りです。現地行けば、なんとかなりますよね。加瀬さんとかはもうちょっとないかもしれないですけど、加瀬にとか加瀬とか、要するにお金に糸目さえつけないけど、糸目ってのもね、100万とかじゃなくて3万ですから、普通に J リーグの加瀬1見たって8000とか1万円ぐらいする試合があるので、だからそういう考えると、まあまあ、ちゃんとお金さえ出せば、今からでもあなた、間に合いますよ。あら、だって俺何の気もなく適当にマウスポチポチしてイングランドウェールズ取れちゃったんだから。マジでそれすごい。そういういい試合取れてないな。俺だって韓国戦とかガーナ戦とかそういうのであのスタジアムを全部見たいと思ってるから、そういうので取ってるから、うん、はい、もう一個いいですか。はいはい。そんなチケットは分かったんですけども、よくこうドイツもそうだけど、宿、はい、宿ってと大丈夫なんですか。宿がですね、ちょうど7月末で、はい、FIFA が抑えてるメディアとか関係者用の宿の申し込みが締め切ったんですよ。おう、なのでこの8月に宿のリセールがあります。結構なんかさっきの柏ぐらいだって話だったんですけど、はいはいはい、そうするとホテルが少なそうなイメージがあるんですけど、そのあたりはそうなんですよ。そういうふうに僕も思ってたんですよ。もともとワールドカップっていうのは32カ国開催で、64試合あって、1試合あたりまあ4万5万というと300人近い人が全大会、全大会も来てるんですけども、はい、今回そうやって混むとカタールの威信に関わるということで、はい、カタールはどういう方策を取ってるかっていうと、1人60枚までチケット買っていいよって言ってるんですよ。それから第一次販売は、カタールに住んでる僕の日本人の友達ほぼ当たってました。ということは、うん、1人が例えばですけど 10枚チケットを買えば300万人が30万になるわけですよね。30万人ぐらいだったら、はい、柏市とか松戸の市民と同じような人数ですから全然処理できますから。だから多分カタール政府はもうお金儲けよりもこの大会をつつがなく成功に終わらすということが大前提なので、やっぱりその1人にたくさん買ってもらうようなチケットの配分にしてますし、それから外から来なかったら宿も飯も困らないので、カタールに住んでる人にある程度のチケット枚数を割り振ってるので、なので宿が最初の僕が去年12月に予測したのに宿難民が起こるぜとかちょっとみんなを煽ってしまったのは本当申し訳なくて、でこの間6月に行った時も今建設中の宿がまだたくさんありました。なので宿も安くはないですよ。要するに民族大移動がないですから、だからみんながそこにステイしてる分高値安定ではありますけども、 FIFA アコモデーションエージェンシーが一括管理してるので法外に高いわけじゃなくて、だいたい1泊100ドルぐらいが目安です。100ドル出していただければ宿は取れると思います。じゃあちょっとここからパンパン行きたいんですけども、はい、いいでしょうか。まずその流れで言うと飛行機なんですけど、飛行機はどうでしょうか。はい、飛行機はですね、これまた僕らは安く取れてて、中東の三大キャリア、カタールエアライン、エディハードエアライン、エミレーツの中の一つのエディハードで、僕らで16万ぐらいでしたね。ちなみにそのさっき言ったように会社はあまり安くない
あの休みたくないってことは、直行便だと今現在27万円ぐらい出せば直行便で、もう8時間半とかで、ちょうど向こう夜中に出るので日本の夕方が入ってくるので、例えば日本戦が27日に、第2戦が終わったら28日の夜中の1時に出ればもう翌々日から仕事に行けるみたいなのもありますし、なので20万前後でエアチケットを手に入ると思います、はい、だいぶ値上がりしたね、はい、ちょっとだから安いと買って、ただしこれから今あのエアの数は少ないですよね。タイエアも入ってないし、シンガポールエアもまだ動いてないので、そういうキャリアがどんどん動き出して分母がやると、おのずと値段はちょっと収まると思うんですけど、ただやっぱりワールドカップ期間中なので、普段みたいに10万でいけるってことはないと思います。だから15万前後でチケットがあったら僕は買いだと思いますし、まああの接続のいい中東3キャリアだったら、まあ、20万前後と思っていただければっていう感じですね、はい、でもそれをもってしても、さっきの1泊100ドル、それからチケット代が1枚カテ2で2万5千円とか入れても、飛行機も入れても、やっぱりその国での飛行機の移動とか余分なお金がいらないんですよ。メトロ全部タダで僕ら乗れるので、チケットがあると。そうすると、トータルで見てだいたい3試合日本戦見て10泊11日ぐらいいて40万ぐらいですから、過去のワールドカップと全く遜色ないです。まあそうだね。ということはですよ、今円安で4年前とか1ドル100円近かったのが140円で4割値段が上がってるのに40万ぐらいで済むということは、カタールワールドカップは僕はめちゃくちゃ頑張ってると思います、値段が上がらないように、はい、普通で考えたら今までの大会、まあ、友人も僕も言ってますけど、だいたい 3,40 万かかってて、為替が4割上がったら、それがおのずと50万円ぐらいいってもおかしくないものが、意外に40万以内で収まってるサポーターは多いと思います。3試合見て11泊12日ぐらいで行ってですね。なのでそれでさ、3試合じゃなくてさ、はい、間にもう結構今回のワールドカップ取れちゃうもんね。そうそうそう、サッカーマニアには最高なんだよね。そう、はい、大丈夫ですか、なんか後ろ、はい、後ろなんかいろんなものが今倒れてきて、はい、あ、そろそろやめますか、はい、そうだ、じゃあちょっとそろそろ終わりにします。最後すいませんそんな感じでちょっとだいぶあの心が揺らいできまして、はい、はい、ちょっと前向きに考えたいと。ぜひ来ていただきたいと思います。1試合だけだったら、はい、ドバイで泊まっちゃうって手もあるんだよね。あ、ドバイいいですもんね、お前さんによると、はい、ドバイ観光してカタールにちょっと行って戻ってきてって、ドバイ満喫って手はもう多分最高の旅で。ちなみに UG さんはどのぐらい行く予定なんですか。分かんないですね、まだ未定です、はい、じゃあ、はい、最後そのね、ドバイとかだったら、もうアブダビとかだったら、もう飛行機代が10万円ちょっとぐらいでありますからね。そうだね、はい、でそこからまあ移動するのに、今はちょっと便数が少ない、高いんですけど、それでも3、4万で移動できれば、トータル15万以内で行けるし、うん、宿はドバイだったら安いですし、まあ、そういう方法も全然 UG が言うようにありかなと思います。だ俺の勧めだとさ、はい、ツーさんは結構さ、多めの2試合、3試合とかを見る人だけど、1試合だけでドバイ経由って多分最高の旅だよ今回。そう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 、うん、と思いますね、短期だったら、うん、はい、それだったら下手したら半泊4日とかちゃんと考えたら25、6万で、はい、ワールドカップ1試合見て、はい、でドバイの最高の今の観光地のドバイを楽しんで帰るっていうのは、下手したら新婚旅行クラスで楽しい旅だと思うよ俺は。おお、そっか。しかもですよ、あの UG さんが今言ったみたいに1試合って言いますけど、あの1試合じゃなくても見れるわけですよね。日本戦1試合と日本戦の前後の試合とか翌日の試合見てからドバイ帰るのでもいいわけじゃないですか。そっか、さっき言った通り時間がずれてれば、うん、はい、はいはい、だからそうするとワールドカップで3試合見るって言ったら、今までだったらもう1週間から10日なのが2泊3日ぐらい、ドバイからだったら2泊3日ぐらいで行けるのかなってのはあります。ちなみに最後、はい、はい、こちら、そんなだいぶありがとうございます、熱いプレゼンを。ちなみに熱いプレゼンのこちらの理由があるということなんですけども、こちら、どうしてもこんな人になかなか伝えるって、すごいパワーいると思うんですけども、はい、そのパワーの源を教えてください。こういうのを、Zoom でも16回ぐらいやらせてもらってるからには、やっぱりその、よく言うように、日本代表がベスト8を目指すっていうんだったら、やっぱりそれを僕らサポーターも現地に行って、やっぱ、青くスタジアムを染めたり、声出すことによって、選手は勝ってるときは僕、サポーターっていらないと思うんですけど、負けてるときにやっぱみんなが声出したり、応援して鼓舞することって、選手の一歩が出ると思ってるので、
やっぱりそのサポーターが行かないでそのベスト8ってのはなかなか難しいと思うので、日本はまだまだ世界的に見たら弱小国だと思いますので、ぜひサポーターの皆さんにたくさん行っていただいて、あの選手の背中を押して一緒にベスト8っていう奇跡を見たいなと思います。はい、熱い、素晴らしい、ありがとうございました。さすがファンリーダー、その俺たちのリーダーだからね、この人も。そうですね、ファンリーダーですもんね。そうですよ。あともう一つは、ね、ユージーさんとか分かってると思うけど、やっぱ僕らコスプレとかすると国内だとやっぱりなんか、なんだろう、ふざけてんのかって文句言われたりすることもあって、今はさすがにだいぶなくなってきましたけど、10年前なんて結構ボロクソに言われたりしたので、やっぱりその世界のサッカー文化が一堂に、集まるのがワールドカップ、32カ国が出場しますから、うん、少なくとも32カ国以上のサポーターは来ますので、そういういろいろサポーターとの見本市みたいなところを見ていただいて、まあ、サポーター文化の多様性ですね、いろんな関わり方がある、うん、もちろんコアサポのことは僕はリスペクトはしてるんですけど、ゆるサポだったり、その座って見るだけのサポーターだったり、コスプレするサポーターだったり、いろんなサポーターがいますよってことを知ることが、それが皆さんがワールドカップ帰ってきて J リーグをより豊かにするんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。あの熱いプレゼン、今日どうもありがとうございました。ちょっと前向きに検討させていただきます。はい。